はいどうも、VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということでですね、本日の動画はですね、交換会です。はい、いやまあ交換会なんですけども、ちょっとお知らせ見てみましょうか。はい、こちらですね、プロスピ交換会。まあこれは前回も来たんで、またね、後でちょっと説明の方はしようと思うんですけども、まあ僕もね、ちょっと欲しい選手何名かいるんで、その選手を出していただけたらなっていう気持ちで動画撮らせていただきます。はい、ただですよ、その欲しい選手がまあね、この監督ガチャの里崎選手がね、もうずっとゲットできなくて、めっちゃガチャ引いてるんですけど、この前も解説のね、楽屋で5万円分ぐらい引いて出なかったんですよね。なのでまあ里崎さんとまあ田村さんかな、今欲しいのは。もう他はもう欲しい選手全員ゲットしてるんで、僕まあこの2名が欲しいかなっていう。まあもっとね、詳しく言えば欲しい選手はまあいるんですけども、なので今日このガチャをもう一回引きます。今右上のエナジー見てください。もう一回引いて、もうこの2名が出なければ交換会で皆さん出してください。お願いします。はい、自チームはずっとロッテで出します。ただロッテの選手出したくないけどね、僕。ただまあ自チームはロッテで、ランダムとかにダルビッシュさんとか中村典弘選手余ってる分を出していこうかなと思ってて、あ、ほんで最強決定戦や、それ忘れてた。はい、こちらです。もう生放送でね、もうめちゃくちゃ連夜生放送してましたね。もう称号チャレンジので、もオーダーも結構完璧に仕上げたんですが、順位的には282位と、はい、惨敗です。まあね、僕的にはね、かなり楽しかったんですよ。こうやって選手成績見ながら、こう打率をね、見て打順を上げたり下げたりとか、防御率を見てピッチャー変えたりとかね、そういう風にする最強決定戦初めてだったんで、本当に、ね、改めてリーグの楽しさを知りました。なので僕今回ね、次か、オールスターなんですよ。次、今回セリーグで出たんですけど、今回次ね、オールスターになるんですよね。でスピちゃんなんですよ、次が。ベストラインまでに入れば、まあベストラインまでか分からんけど、スピちゃん限定のね、僕が持ってた、この坂本選手と同じ背景がもらえるスピちゃんが来るんですよ、リーグバージョンのね。だからどんな感じの背景になってるのかもすごい楽しみやし、ちょっと本当に頑張りたいと思う、スピちゃん。はい。リアタイじゃないよ、リーグよ。はい。まあリアタイの方もやると思うけどね、多分。うん。ということで、早速これ引いていきましょうか。交換会で決める選手は最後にやりますんで、はい。もしガチャ興味ない方は最後まで飛ばしてください。怒るけどね、飛ばしたら。激怒よ。自チーム変えよう。さあ、マジでもうこれがおそらく最後の監督ガチャになります。里崎さん、本当に出なかったらすいません。お願いします。いやー、ないか。いや、本当に頼む。もうね、めっちゃ引いてますから。まあ、めっちゃっていうほどめっちゃ引いてないけど、OB 第2弾みたいに100万円かけてるわけじゃないけど、ほんまやったらこの監督ガチャはそんなに引かないガチャなんで、確定もないし。これ、はい。おー、岡島選手。里崎さんの A ランクも1枚しか持ってないんですよ。さあ、20連目。憂鬱なるわ、またこれ。里崎さんがコメントでああやって煽り張るからさ。引きたいっすよ。だから交換会ね、本当に里崎さん出してください。これで出なかったらお願いします。田村さんも、もう田村さんと里崎さん引いたコンプリートなんで、お願いします。さあ、来ないか。来なさそうですね。もうこれちょっとテンポよくいきますね。今日のメインは交換会なんで、はい。30連目。ほら、もう来えへんもん。 S ランク来ないもん。ちょっと気分転換で超チームガチャで強打選手出なくていい。これほら出ないやん。ちょっと気分転換で超自チームガチャ引くわ。中日にして、こっちね、これで強打選手をシリーズ2狙うわ。ほら、ありそう。ほら、ありそうですよ。気分転換ですよ。乱数調整してますから、今乱数調整。おい、マジか。来い。え、マジ。ダメじゃん、ダメじゃんって標準語になっちゃった。はい、さあ戻ります。何年目か分かりません。ちょっとね、これまた S ランクなしあるって、これやばいって。また3100エナジーやって S ランク0枚はマジでまたほんまに闇って言われるよこれ。いや、やば。いや、もうほんま確定以外のガチャはね、引いたらダメっていう気になりますよね、これ本当に。確定があるガチャ以外はダメだ、これ闇をお見せしています。はい、ほら、もうあと50連60連か。やばっ。あー、やってるわこれ。あ、やってる、やってる、やってる、やってますこれ。はい、コラビさんやってます。はい。しかも A ランクの OB も引かない。ほら、もうこのガチャでね、もう無理なんですよ本当に、狙いを引くっていうのは。はい、ちょっと喋ることないんで黙ります。おー、来た、おー、来た。すいません、鼻歌歌ってたら来た。
来たわ。これ何年目やろ。ちょっと多分おそらくチャリンチャリンを挟んでると思うんで、チャリンチャリンからのまだ来ましたね。もう終わりやけどね、ほぼガチャマジで。さあ誰が来る。佐々木さん来るか。来い来い来い。はい、石原さんかぶり、ダダかぶり。石原さんも極みにできる、えぐい。はい、石原さん一応置いとこかな。いやどうやろ、もしかしたら最強決定戦オールスターで同地やしね、ミパ。さああと2回ですね、なんやかんや。はい、来るかな。これもカットか。ラスト、さあ来い、頼む、ほんまに頼む、ラストやぞ。これやばいぞ、3100エナジーやって S ランク1枚ですかね。もうガチャ誰も引かなくなるて。お願いします。ガチャ誰も引かなくなります。はい、なりましょう。はい、ってことで僕のスピリング監督ガチャはここにいて終焉します。無理です。はい、もうマジで無理。ちょっとイライラしてます。はい、まあ里崎さんとね、田村さん、またあの藤川さんと同じように欲しい選手だけ引けなかったっすね。はい、残念でした。またの機会で。はい、すいません本当に。はい、ということでこちらですね、プロスピ交換会ということで、こちらで、ね、このランダムボックスっていうのはもう本当にランダム、覚醒とシルエット選手を除く S ランク誰でもケース交換できるっていうね、このランダムに入れた人とランダム同士で交換で、これが自チームですね、自チームの選手と交換で、こちらが2021年のシリーズですね、シリーズ1シリーズ2の選手と交換できるということで、まずね、この決まっているこの自チームですね、こちらは僕はロッテでいきたいと思いますんで、いやロッテの自チーム今やってるんで本当は出したくないんですけどね。まあ小野選手とか A ランクめっちゃ持ってるんで小野選手を出します。こちらで、あ、特訓レベル1上げとこうか、レベル2にしよう。はい、ということで2021年同チーム交換ボックスレベル2の小野選手を出しました。里崎さんお願いします。ロッテの皆さん、ロッテで里崎さん余ってる方お願いします、本当にマジでお願いします。もうこの動画で今僕言ってるんで、はい、おそらく交換した相手のレベルとか出ると思うんで、まあ、名前が出ないと思うんですけど、だからレベル2の小野選手を来たら僕だと思ってほしい。ツイートとかねしてもらったらまた僕もいいね押しに行くんで、里崎さん出してくださいお願いします。でランダムボックスここですね、ここは僕は決めてます。はい、ノリです。はい、いやこれすごい豪華ですよ。僕ね本当に某有名なメジャーリーガーの方とか某有名な社長の方みたいな感じにレベルマックスで称号とかつけれないですけど、はい、レベル2で中村典弘選手をランダムボックスで今回出します。はい、でお待たせしました、2021年交換ボックス、ここは僕はね今回ある方をねずっと出そうと思ってます。こちらダルビスさんです。はい、セレダルです。はい、今回僕ねセレダル4枚余ってるんで、セレダルおじさんとしてね活動していこうと思ってます。なので今回からずっと2021年テイストボックスはダルビスさん出します。はい、いやこれ豪華でしょ。まあレベルマックスとかにはできないですけど、申し訳ないですけどそこはちょっとご自身でやっていただきたい。やっぱ自分で育てることによってね愛着も湧きますから。はい、なので今回このセレクションダルビスさんをレベル2で出しますということで、今回はねこれです。だから自チームはおそらくロッテで出していくかな、里崎さん狙いで、帯ちゃんの里崎さん狙いでロッテで出していって、ランダムボックスはノリがある限りノリで、交換ボックスもダルビスさんがいる限りセレダルオーズさんとなっていく形で交換していこうかなと思います。まあね YouTuber なんでもっとレベルマックスにしろとか、なんかもっといい選手はもっといい選手出せはさすがに言われないと思います。これはですけどこういうの言われがちなんですけども、僕今回そういう意見は無視して、もう自分の出したい選手、まあダルビスさんはやっぱ皆さんゲットできてない方も多くいると思うんで、気持ちとしてセレダルを出すと。でノリさんは結構ね要望が多かったんですよ、ノリさん欲しいっていうね。なのでランダムボックスでノリさんは出していこうかなと思います。僕はもう誰来てもいいです。はい、もう特に今欲しい選手いないんで、こんだけガチャ引いてたらもう欲しい選手は本当に今里崎さんとかそういうね限定の選手が欲しいので、よかったらロッテの方ご協力よろしくお願いします。そりゃ俺欲しい選手忘れてたわ、まあ、交換会では多分おそらく来なさそうやけど、楽天のマー君欲しいんで、シリーズ2のマー君。うん、なのでこの最強決定戦でもらった S ランク企画書と、今日ねスピリング開幕の投稿キャンペーンのプレゼント、これを引いてマー君当てようぜ。うん、もうこれで今日の動画終わろう。はい、行きましょう。さあ皆さん交換会ねほんと楽しみ。明日にはもう確か結果出ますよね。明日の3時にはもらえる選手確か出ると思うんで、まあ明日の動画はねちょっと門田さんの動画なんですよ。なのでため撮りしてるやつなんで、ちょっと時系列逆になっちゃいますが、シャッ、はいかぶり、さあはいはいかぶりで、ゴールド契約書の部分は、はい、ってことで皆さん幸あれ。